く運動しよう。せーの、どーれー。今週は背中のトレーニングを行います。それでは一緒に動いていきましょう。足を肩幅に開き、背筋を伸ばしましょう。両腕を肩幅よりも大きく開き、上に伸ばします。1、2、3、4で肘と肘を引き寄せ、5、6、7、8で元の位置に戻しましょう。息を吐きながら引き寄せ、息を吸いながら元の位置に戻します。一度腕を下ろして力を抜きましょう。それでは5回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。背中の後ろで肘と肘を合わせるイメージで行ってください。上体が前や後ろに反らないように、お腹と背中に力を入れましょう。背中が丸まっていませんか？顔を正面に向けて少し胸を張りましょう。一度力を抜きます。呼吸を整えてあと5回行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。背中の筋肉を使っている意識を持ちながら行います。呼吸を止めないように注意しましょう。肩甲骨を後ろで寄せた時、胸が開くイメージで行ってください。背中を鍛えることで姿勢が良くなり、猫背や腰痛、肩こりの予防に効果的です。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。